段だとこの辺の方が切れちゃった。うんうん、もうこっからもう多分続く。初めての料金、うん、ここら辺でもう切れちゃって、うん、ここで泳いでるの見たことない。確かにもうその辺でもう多分吸収されてるしね、うん、そういう感じなんだ。この間あれだけ雨降ったからね、うん、あの雨に結構水量が増えた。あ、本当だ、ない、マジだ、うわ、富士山の不思議。すごい。でこの間多分流れてる。これがなんと一回地下入って、うん、そういうオチなんだね。だから川じゃないんですよ。うん。湧き水もうここでないでしょ。うん、完全にない。びっくり。マジか。すげえ、本当に切れるんだね。ね。だから多い時はここまで全部水。本当。来てる。もうああいう流木もない。ああ、そうだよね。土石流出てるんだろうね。すごいでしょ。うん。びっくりする。でこのまま見ると多分冷え上がっちゃって死んじゃうんだけど。この辺でもあれだね、本当山鳥漁場だね。そうです。うわ、美しい。これ新緑になったら綺麗だろうね、うん、どっからやります？どっちでやるの？あの園庭はでもやっときたいね。いやでも一応一緒に行ってくれ。えぇ、ーたまになんか下に流木があって流れてたんですね、うんうん、まあこれくらい。あれやべえ、老眼が進んで全然見えないんだけど。やばい、老眼プラス涙目で全然見えない。先端が見えない。最初来た時に川があるって分かんなくて、うん、こんな川の中いねえだろうなと思って、本当にこんな状態でもうちょっと上が出てて、ふっと見たらキラーンとなんか光ったんですよ。うん、なんだろうって。ヤマメじゃん。ヤマメだったんだね。ヤマメだったんですよ。ここヤマメしかいないんですよ。ああ、しかも中辺のとこ引っ掛けちゃった。もう嫌だ。慌てない慌てない。なんだこれ。いたらもう干上がっちゃったら。そうだよね。終わりだもんね。いや、あそこまで干上がる時あるからね。本当？でも奴らはどこから来るのかわかんないんだよな。地下。宝が出たね。マジかよ。でかでかでかいし、ヒレピンだし、すごいすごい。マジで尺はないけど、でも、刺すぐらい。バッチリ噛んじゃって。あ、フォーセップ。ああ、よかった。ありがとう。借ります。
よいしょ、うわ止めてごめんなさい、よいしょ、ね、逃がすでしょ、写真撮らないですか、ああそうだね、入るか、はい、でかっ、ここで写真撮る、うん、じゃあこれで、すごい、いきなりびっくり、一投目だよ、一投目。そうですよ。だってなんか、ちゃんと見えたな。大きさ、比較、うん、なんか。いいよ、いいよ。比較いらない、いらない。うん。ちょっと写真だけじゃあ、ちょっと。ヒレピンだね。もう完全に天然だね。こいつをしか上にやりたいよね。かわいそうだ。こんなのがいるだね。山じゃないこれ、ヤマメだね、うん、後で写真ください、うん、もう満足だよ、上に行く、えこいつどこに行く、もうここでいいでしょ、こんなに水量あるから、うん、あーやばいやばい、元気元気、よし、ありがとう、よし、え、もう一箇所一匹でいいよ、いい、うん、もうすごいぞ、いやーこんなのが、ここだって去年の日上がってたから、うん、マジで、でも残ってるってことだもんね、上から落ちたのか、上から落ちてるんだよ、うん、いやちょっとだってさほんのちょっと下で水が干上がってる川なのにさ、これ多分熱くなって干上がってるからね、うん、だってさ基本さ水系からするとアマゴのはずなんだけどな、だから放流してないんだ、でもあれ、つってよ。ブドウ虫の威力を見せて。いやー、久々に魚の引きを味わってもなんかちょっと満足しちゃったや。いつするんだろうと思ったらもう引っかかる。びっくりポンでしょ。ああ、めっちゃいいサイズ。考えないよね。うん、考えられない。考えられん。ちょっとなんか鹿の匂いがするね、うん、漂ってくる山から、
なんかこう鹿の墓場だね。ダメ。でも今日の水色じゃブドウ虫だよね。ミミズじゃないよね。いないだけじゃない？いないんだよ。うん。いれば覆いがあるもん。うん。うん、お、三つ股の花が綺麗だね。